真っ白だよ。白肉厚。でかっ。一番下の、はい、食堂、はい、のとろろだと山芋になっちゃう。なかなか出身の人、この国民なんかないですもんね。ないない、普通にそんな人が。あ、はい、お茶もらっていい氷室という2日間かけて凍らせたブランドの氷になるんですね、うん、で中にお客様のソースとクリームも入っています。あとはお好みでこう自分でかけて召し上がってください。ごゆっくりいただくと。これを水に溶いてみたい。こういうの、その柿芋のこれだけなんて氷と、この中のクリーム、甘くなくて美味しい。全然大丈夫ですよ。うわぁ、大きいっすね。
ですけど。ほう。白いやつは足りないです。足りない。うわ、めっちゃ乗ってる。今日スポーツカフェ。
これで1000円。めちゃくちゃ甘くないですか？うん、歯ごたえが。お疲れ様です。うん、音がしない。大丈夫大丈夫。自分でと思うんですけど、わかめみたい。この写真結構良くないですか？土壌の壁に探してみよう。ああ、なるほど。
油に味がある感じ。いや、無線、あ、それは取ってます、取ってます。日本なんか塩でも塩で食べたの。塩でも美味しい。朝の競りが早いって。福島はね、薄々気づいていらっしゃると思いますけど。いや、東京来ることがあったら。あ、岩牡蠣はありだと思います。
後までご視聴いただきありがとうございます。もし動画が面白ければチャンネル登録お願いいたします。